ラジオサロンド国丸、今週のお客様、昨年の11月に現役を引退されました。プロレス界のレジェンドといえばこの方でございます。元プロレスラーということになります。天龍源一郎さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こういう、レスラーじゃない天龍さんのこう毎日ってのは今どうなんですか？いや、今もうポケットしてます。競争場でいう放牧で出されてる感じですよ。はい、ああ。もう何も練習しなきゃいけないとか、うん、どこどこで試合あるからコンディションをベストに持っていかなきゃいけないとかっていう、そういうなんか凶悪観念みたいなのがないもので、うん、なんか毎日ダラダラ過ごしてますよ。そういう日々はどうですか？いや、まあこれはこれでね、まあ気楽だなと思いますよ、本当に。うん、ええ。なんでこれもうちょっと早く気がつかなかったのと思いますよ。はい。だって半世紀以上ですよね。そうですね。相撲とプロレス本当に52、3年ですか。はい、今日もちょっとね、足の方もちょっと痛そうな感じもしますけど、どうぞ一週間お付き合いください。よろしくお願いします。天龍さんは福井県のご出身ですが、福井県の、勝山市という。福井から、ね、山の方に大野に行くちょっと手前の方ですね。はい、はい、はい。だから、くずり川ってあるんですけど、はい、はい。くずり川のこう上流の方になるんですよね。はい。もう自然あふれるとこですよね。まあ聞こえはそうですけどね、まあ田舎ですよ。もう牧歌的なところです。もうほとんどの人が農業をやってる感じですね。もう子供の頃から体大きかったってのはもう、そうですね、僕は中学2年生で180センチの82キロありましたからね。当時は圧倒的にでかいですよね。僕はね、希望までいつも昔は背の高いジムに身長で並んでたじゃないですか。いつも後ろばかりしたから、ある時あまり一番後ろが嫌だから、前のやつとちょっと変わってくれて変わったら、結局は僕の顎の辺ぐらいしかなくて、慣れてた島だって怒られて、また元に戻されて覚えてますよ。海を島だから、何やってんだと。後ろが見えねえじゃないかと。お前なんでこの前に出てんだって言われまして、怒られたら覚えてます。でも背が小さいさにコンプレックス持つ方もいらっしゃるけど、そうですね、天龍さんも肩大きいことがそのコンプレックス。いや、だから僕は田舎だと肩が大きいと皆さんが言うのが、体の割にとか大きいからもっといろんなことをもっと手助けできるんじゃないのかなっていうのが僕の耳に入ってくるとすごく嫌でした。まあ親父からもこんなこともできないのかってよく叱られましたけどね。あ、そう。まあ結構僕にとっては理不尽なことが多かったですね。へえ、うん。その頃って運動やってたんでしょ？僕はだから前の薬が出終えたりとか、秋になると相撲大会とかありましたし、神社と広場でソフトボールとか野球やったりとかって、まあそんな遊びですよ。もう広場がいっぱいありましたしね。まあ子供たちも周りにいっぱいいましたから、同級生とかがね。天龍さん、相撲大会なんて言ったら敵なしでしょ？いや、本当にね、あの頃はね、5人抜くと、まあ勝ちなるになるんですけど、その時に大学ノートが5冊ついて、勝利者なんですよ。それが、商品ですよね。だからそれが、中学生の時に、一秋の祭りにあちこち行ってるだけで、80冊くらい貯まりましたよ。本当に。これ当分大丈夫だなって思ったら覚えてますよ。大学ノート80冊は、使いこなすの大変ですよね。使い切れなかったですね、本当に。その頃の、源一郎少年の将来の夢って何だったんですか？僕は、だから、大阪に出て、お米屋さんで、まあ、シャ働きをして、いろんなことを覚えてっていう、漠然とした、そんな考えだったんですよね。大阪で？はい、大阪に出て、だからもう近場って言えば、大阪が一番近かったもんですかね。福井からの、大きな町って言えばね。はい。ところが、なんで米屋って思ったのか、それも未だにわからないんですけどね。僕自身。そんな食ったんでしょ？いや、召し上がって、米屋だったら、ほら、食べるに困らない。なんかそう思ったのか、なんか知らないけど、ただ、どっか田舎の親父がうるさかったから、もう、田舎から抜け出したくて、しょうがなかったのかもしれないですね。お父様はもう、それこそ、はい、まあ、理不尽なこともあるぐらい厳しかった。昔の親ってそうでしたからね。まあ、体も、いい体してましたし。まあ俺が、マジで、この人と喧嘩しても負けるなと思ったぐらいですから。だからもう従順でしたよ、結構。はい。で、上京するんですよね。はい、大阪じゃなくて。はい、東京に行くんですよね。これなんでですか？これはね、うちの親父がたまたま床屋さんに行って、で、まあ、あちこちにあの頃は相撲のスカウトモーみたいなのを巡らされてて、で、その人が床屋さんのご主人に、
どうかこれに体の大きな子供たちいないかねって言ったら、うちの親父が散髪に来てて、黙ってればいいのに、うちの息子大きいよって一言言ったのが、50何年東京にいるきっかけだったんです、もともとの。まあ、うちの息子でかいから。はい、うちの息子。いるよと。はい。うん、とその人が、って興味示して、うん、いくつですかって言ったら、まだ13だけどって言って、うん、じゃあ一回見てみようかっていうことになって、うん、だからまあ、田舎だから、まあ、みんな近在の人って分かってるじゃないですか、顔は。で、ある時からね、全然見たことない人が、たまにポツポツ来てるんですよね、うん。この人は誰かなと思ってたのが、一番その、二所ノ関部屋っていう部屋だったんですけど、うん、そこの、スカウトの人だったんですよね、うん。一回体見てみようっていうのを見て、僕のことを偵察に来てたらしいんですけどね。天理さん、ご自身は、はい、いや全然知らなかったんですよ。で、まして相撲世界行こうなんて思ってないんですか？全然、だから本当に。米屋さんに行って。はい、まあ相撲は見たりとかね、あの頃は王さんとか長嶋さんとかの野球の時代ですから、はいはいはい、もう野球見たりとか、相撲が始まったら、まあ、アンチ逮捕だったんですよね。逮捕が負けたら喜んでる方な性格だった。珍しいですね。巨人逮捕、卵焼きの時代に、天竜さんアンチ逮捕？はい、土地の海とか、土地光とか、逮捕さんを任す人たちを見て、なんか心の中で喝采してましたよ。わかんないもんだな、うん、ちょっとひねくれてるんでしょうね、性格が。で、その二所ノ関部屋のスカウトさんが、はい、おい、相撲やんないかって感じで来たんですか？その時ね、夏休みだったんですよね。で、夏休みに、一回相撲部屋に入る話は別にして、一回相撲部屋に行ってみないかって言われたんですね。で、頃船木和夫さんの高校3年生とか、ああいうのがガンガン生えてて、で、ちょうどなんていうか、ロカルビーとかも生えたじゃないですか。で、東京に対する、一回行ってみてもいいかなって憧れもあったのも確かだと思うんですね。それで、夏休みだし、ちょっと行ってみようかなと思って、東京に出てきたんですよね。でも行ったところは、二所ノ関部屋でしょ？そうですね。で、二所ノ関部屋で、うるさい兄弟子たちは、夏の巡業に出て、誰もいなかったんです。うん、ただ僕たちがちょっと上の15歳とか17歳、ちょっと上のお兄ちゃんたちがみんないて、うん、だから起きるのが9時ぐらいに起きて、2時間ぐらい稽古したら、うん、もうあと錦糸町だとか浅草だとか、ちょっと行くぞとかって連れ回されて、うん、結構相撲の境も楽だなと思ったんですよ。はい、本当に。後に可愛がられるとも知らずに。そうですね。それが、これが相撲部屋なんだなっていう、そんな感覚でしたよ。へえ。でも入っちゃおうかなと思ったんですか？で、それから、まあ、そんな感じで、俺の中では、これもまた新しい人生かなと思って、相撲にこのまま見ようかなと思った時に、親父からとりあえず学校の手続きもあるから帰ってこいよって言われて、それもそうだなって帰ったその日に、お前、相撲なんか行こうと思ってんだろ、この野郎。とんでもないよ。相撲なんか行かせないからって、バシッとそこで言われたんですよね。お父さんだって相撲やってたんでしょ？そうです。昔相撲やってて、うん、本人もね、なんか大相撲に入りたいっていう希望があったんですけど、うん、一人子で、ダメっていうことで、まあ、泣く泣く断念した経緯があるんですけどね。で、入ってきた時にお前長男だから、まあ、家督を継がなきゃいけないから、相撲なんて、まあ、勝手な考え起こせないってバシッと言われて、うん、で、俺も、と思ったんだけど、まあ、しばらくうちに生活してる間に、相撲なんてそうだなって忘れちゃって、で、もう相撲のことは忘れたんですよね。ほんとら今度逆に相撲の方が、13歳の僕を見たもんだから、相撲に入れなきゃいけないと思って、今度は相撲部屋の方から、どんどん今度こう、勧誘に来るようになったんですよ。はいはいはい。で、お父さんも説得されたんですか？いや、親父はもうだからダメっていうことで、うん、もう一切合切受け付けなかったんですけど、まあそうすると、今度は相撲に入れようと思って、まあ美味しい話をするわけですよ。お宅の息子だったらすぐ横綱になれるだとか、はい、だって昭和で50年しかまだ横綱出てないんですよ。すぐ横綱になれますよとか、どうたらこうたらって話聞いて、で、うちの親父がちょっと気持ちが動いたかなんかしたんでしょうね。で、まだ僕も13でしたから、10年経ってまだ23じゃないですか。だからまあそのうちに相撲を諦めて帰ってくるだろうっていう考えがやっぱ多分心の中でどっかにあったんだと思うんですよね。それで最終的には、じゃあ頑張れて頑張ってこいよっていうことで、まあ送り出されたんですけどね。さあそこで力士、まあ、天竜源一郎が誕生していくということになりますが、この続きはまた明日伺いますんで。終わりました。明日よろしくお願いします。よろしくお願いします。